皆さんこんにちは、ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。はい、というわけで今回は DMM70% クーポンを使ってミステリー小説を1万円分購入してみたです。買います。今4月12日なんですけど、 DMM クーポンっていうのがものすごく話題になっています。確か今日のお昼までクーポン配布で、電子書籍なんですけど、その定価からね 70% オフになる。で、最初は漫画だけが対象のクーポンなのかなっていうふうに思っていたんですけど、よくよく調べてみたら漫画だけじゃなくて、もうありとあらゆるって言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、いろんな作品、いろんな本が対象となっておりました。そんなわけでミステリー小説もね、ものすごく充実してて、はい、すごくね驚いたんですよね。こんなチャンスはもうめったにないということで、まあ、急遽企画として撮影をしているわけなんですけれども、買ってるところを見ていただきながら、こんな作品選びましたみたいな、そういうね紹介ができればいいなって思います。本当のことを言うと、本の形でねこう手元に置いて読みたいっていうのがあるんですけど、大事なのはしっかりとその作品を読んで伝えるっていうことだと思うので、気になってた作品とか、 YouTube のこの仕事的に使えそうだなっていう、資料的に使えそうな作品とか、あとは企画の準備でね必要なやつとか、まあいろいろあるので、いろいろ見ていこうと思います。いや、本当にね、いろんな作品があるんですよね。ミステリー系出版社だと思っている早川書房、そして東京創原社の創建推理文庫、これはもう普通にあるし、あとはシャーロック・ホームズとかアガサ・クリスティの作品とかも前作あるんじゃないのかっていうぐらいの勢いでもうあります。国内ミステリーでいうと、講談社文庫、角川、新潮文庫、文春文庫、中英社文庫、まあ、いろんな文庫からミステリー小説出てると思うんですけど、そういったものがもうほぼあるっていうのでびっくりですね。ミステリーサスペンス一覧っていうページまで来てるんですけど、もうそのトップページを見るだけでも、え、この作品もあるのみたいな、そういうのがねいっぱいあるんですよね。シャーロック・ホームズシリーズあるし、森博さんの S&M シリーズ、合本版って読むと思うんですけど、シリーズ作品まとめてドンっていう形で売られていて、電子書籍ならではですよね。この10巻セットとかも多分1冊としてカウントされるんですよね。ただまあ今回はね予算がやっぱりあるので、こんなチャンスないから買えるだけなるべく買っておいた方がいいっていうのはあるんですけど、それはちょっとね切実な問題というか、あとびっくりするのが、単行本とかで話題作とかも結構あるんですよね。結構ね人気作品が出てきてると思うんですけど、例えば渚優さんの流浪の月とか1527円、2020年版のこのミステリーがすごい第1位になったメディウムとかもね売ってますね。1771円、1700円の 70% オフとかなので、多分500円ぐらいで買えるよっていうことになってると思うんですよね。あ、一押しの特殊設定ミステリー、斜線土佑樹さん、楽園とは探偵の不在なりとかもありますね。本当にこれ眺めてるだけでもすごい面白いですね。江戸川乱歩、明智小五郎事件簿、明智小五郎が関わった事件がその時系列順になってる、そうやって収録されているっていう確かシリーズで、12冊8262円、笠置殺人事件、メインテーマは殺人、あとはその裁きは死もありますね。作品ばっかり紹介しててなかなか進まないんですけど、今年の年末ミステリーランキング3冠達成の辻正樹さん、たかが殺人じゃないかもあります。だからここで本当に100冊ミステリー小説購入したら、本当にもうこれだけで少なくても1年ぐらい楽しめるんじゃないかっていうね気がします。本好きで買うけど結構場所取るよっていう方もいらっしゃると思ってて、そのね場所取るよ問題もね電子書籍ならなかったり、あとはね防水機能付きの電子書籍リーダーとか使えばお風呂でも読めたりするのでいいですよね。本当に和樹に旅の途中で死体と出会う、今村正弘さん、詩人荘の殺人シリーズ、マガンの箱の殺人、あ、すごい、ピエール・ルメートルのベルーベン警部シリーズとかもありますね。なんかもう定番と言われてる作品がどんどん飛び込んでくるので、それが多分みんな500円以下で購入できるということで、気になってたやつがあって、そう絶対ね買いたいなって思ったやつがあるんですよね。それは何かというと、一つはシャーロック・ホームズシリーズを購入したいと思ってました。以前ねライブ配信でもお伝えしたんですけど、シャーロック・ホームズ生活っていう、まあ、1ヶ月間企画でやりたいなって今思ってて、ただ今手元にあるシャーロック・ホームズ作品って結構ね穴が開いてて全作品は揃ってないんですよね。なのでここで揃えられるだけちょっと揃えてしまおうかなと思います。草原推理文庫版がね欲しいなって思ってたんですよね。草原推理文庫、レーベルで絞るっていうところで見ると、あ、米沢ほのぶさんの折れた流骨とかもある。シャーロック・ホームズシリーズのシャーロック・ホームズの復活、バスケットに入れるって入れとけばいいんですかね。652円。
これでどんどん入れれるんだ。ヒーローの研究とね、シャーロック・ホームズの冒険だけは持ってたんですけど、その他の作品は持っていなかったので、4つの署名437円、恐怖の谷437円、バスカビル家の犬437円、この辺長編作品なんですけど437円、ね、70% オフだとね、いくらなのかっていうね。あとはシャーロック・ホームズ最後の挨拶540円、回想のシャーロック・ホームズ652円、あとはシャーロック・ホームズの事件も652円。これで一応持ってないやつは全部入ったと思います。バスケットを見る、そうですね、今 1,2,3,4,5,6,7 作品、本当は3807円なんですけど、それがマイナス2674円ってなってて、合計1133円ってなってます。7冊買って1133円っていう、いやもうこれ何なんだろうっていうその企画関係で3807円なので、今4000円ぐらいですね。こんな感じでどんどん入れていこうと思います。で、気になってた作品もあるんですよね。ミステリー作品じゃないんですけど、ミステリー仕掛けの英単語っていうね、英語学習なのかな、英単語学習のやつが出てて、それがねすごく気になってたんですよね。そう、例文とかもね、犯人はこの中にいるとか、これは事故に見せかけた殺人に違いないとか、そういった英文の中で英語を学べるっていう、そういうね英単語帳になっていて面白いですよね。これも一応バスケットに入れていこうと思います。1650円です。あとはそうですね、資料系で欲しかったやつが一作品あって、日本ミステリー小説史黒岩るい子から松本清張へっていうやつですね。これはもう新書みたいな感じで、ちょっとね縦長の版のやつなんですけど、コンパクトなんですけど、すごく内容がきちっとまとまっていて、もう本当に日本でミステリーが始まったよっていうところからね、松本清張ら辺までもうブワーッとこうその歴史を見れるっていうか、そういう一冊になってて、手元に欲しいなって思ってたんですけど、なかなかね見つけられなくて、こういう主要的な作品ってパソコンとか、あとスマホとかに入っているとそのままね検索かけれて見れたりとか、そういった使い方ができて便利だなっていう気がするので、ちょっと電子書籍向きなのかなっていう気もしております。今、まあ、午後撮影してるんですけど、これ夜とかになるともうサイト重くて動かないとか、ページ開けないみたいな感じになってしまうので、いいですね。はい、この調子でちょっと見ていこうと思います。で、今バスケットを見てみると6425円まで来ましたね。あと3500円ぐらい。今のところ小説で入ってるのがシャーロック・ホームズのみっていう状況になってるので、こっからはね気になっていた作品とかをね入れていきたいんですよね。本当にこれ無限のようにあるんですけど、なんだろう、視聴者さんからお勧めいただいてた作品とかね見つけられたらいいなって思います。いやもう本当に予算の壁がなければ多分ね100冊買っておいた方がねいいんだろうなって思いますよね。絶対にね必要な投資だなと思うんですけど、一回読んだけど電子書籍でも持っておきたいっていうのもありますよね。東野圭吾さんの作品とかで電子書籍解禁ってなった作品とかもありますね。白夜行とか、流星の絆、容疑者 X の献身とかもありますね。アガサクリスティ作品とかもいいですよね。アガサクリスティの作品ほとんどあるので、読んだやつでも買っておこうかな。いやでも一旦ちょっとやめとこう。あ、西澤康彦さん、7回死んだ男真相版、これもね気になってたんですよね。紙で見たいなと思うんですけど、めちゃくちゃ気になる作品なので、一応バスケットの中に入れてみます。あ、そっか、これこの商品を買った人はこんな作品も買ってますみたいな、そういうところで見ていけばいいのかな。いや、ちょっとわかんないので、ちょっと出版社で見ていこうと思います。東京草原社さんの作品をね、見ていきます。梅沢ほのぶさん、折れた竜骨。こちら、気になってました。特殊設定ミステリーの最初の方の作品なのかなっていうことで、はい、ちょっと気になってたので、上下巻あるんですけど、これは両方とも580円。はい、両方とも580円です。続いては、まあ、最近出た作品とかでなんとなく気になってたとかもありますね。フレドリック・ブラウン真っ白な嘘とか、これも海外古典なんですけど、多分ね名作ですね。アントニー・バークリー毒入りチョコレート事件、古典ミステリーで言った方がいいのかな。バンダインファイロマンスシリーズ、少女殺人事件とかもありますね。やっぱり気になるやつはとりあえずもうバンバンカゴに入れてった方が分かりやすいですね。アントニー・バークリー毒入りチョコレート事件550円。鮎川哲也黒いタランク、これも確か視聴者さんからおすすめいただいていたような気がして、あ、でもこれ多分これは本で持ってるかな、多分持ってますね。中町慎さんの模倣の撮影とかもありますね。これもおすすめです。はい、あ、A.A. ミルン赤い館の秘密もあります。熊野プーさんを描いた A.A. ミルン、前読んだんですけど、これもなんかな、電子書籍だったら持っておきたいなみたいな、なんかそういう気持ちにもなってきますね、だんだん。でもせっかくなら読んだことないやつの方がいいのかな。古典の名著みたいなのに目がいきますね。イーレン・フィルポッツ誰がコマドリを殺したのかとか、ファイロバンシリーズやっぱ気になるなと思います。ベンスン殺人事件、どうしようかな。カナリア殺人事件、これも安いな。
ちょっとファイロ版シリーズは入れておきます。前線殺人事件652円、カダニア殺人事件652円、少女殺人事件638円、3作品入りました。と今バスケットを見てみると、あ、今もう1869円ですね。もう1万円超えてました。まあ、気になる作品をどんどん放り込んでってるので、そうですよね。まあ、こうなりますよね。ただ、今、合計1869円なんですけど、70% オフで3245円という風にね、表示されてますね。出だしでね、ちょっと1万円みたいな、1万円ですみたいな感じで言ったんですけど、とりあえず、このままちょっと続けていこうと思います。撮影開始してちょうどね、30分ぐらい経過してるんですけど、ちょっとね、見ますね。あ、鮎川哲也賞受賞作の5色の殺人者とかもありますね。千田理央さん、これ本当に読みやすかった本格ミステリーで、これね書評したいなって思ってできてないんですよね。いやわかんないな、これもうちょっと迷いたいけどな。矢の家、これもすごい名作で出ててなかなかねないやつですね。一応入れておきます。これ大丈夫かな、海外古典みたいな感じになってしまってるんですけど、まあね、それがね、草原推理文庫っていうところもあるので、そうなっちゃいますよね。今、最後のページまで来てます。はい、はい、はい。見ました。いやー、なんか、これだけでも、すごいことになってる。そうですね、気になってた作品。普段本屋行くときに探してるような作品とかを検索して見つけていけばいいのか。そういうことですね。あれが気になってるんですよね。伊坂幸太郎さんのホワイトラビット。ありますね。視聴者さんからおすすめいただいていた気がして、これもちょっと入れておきます。あとね、おすすめされてたのって結構あるんですよね。いろいろあって、そう、せっかくね、おすすめいただいたのでめちゃくちゃ読みたいんですよね。もう1年ぐらい前になるんですけど、横溝正史の悪魔の詰まり歌とかもあるのかな。これはちょっとないですね。あ、江戸川乱歩と横溝正史だ。江戸川乱歩と横溝正史っていうすごい資料的にはあるとめちゃくちゃありがたいなって思うやつが今単行本の方なんですけどヒットしましたね。文庫のやつってないのかな。あった、文庫でありますね。これあ、これ欲しいですね。欲しいって最近出たやつなんですけど、これはちょっと資料的な感じで欲しい一冊です。こうやって見てみるとまだありますね。いや、あとはね、あと気になってるのがこう京極夏彦さんの作品とかもね気になってるんですよね。ただ京極夏彦さん作品はあのね分厚いレンガ本で読みたいなっていうこだわりがあって、産めの夏の次が確か毛量の箱っていう作品なんですけど、それをやっぱりね電子書籍じゃなくってあのレンガ本で読みたいので、今回はちょっとパスさせていただこうかなと思います。あ、すごい、いや気になってる作品でアガサクリスティ作品があって、はい、最近またね新訳版として出版された作品が何作品があって、はい、それがねちょっと気になってます。アガサクリスティ、ナイルに死す、ポケットに雷麦を、葬儀を終えて、メソポタミア殺人、雲を掴むし、あと予告殺人、そのね計7作品が新しく新訳版として出ていて、それも対象作品になってます。そう、アガサクリスティ作品全部で多分100作以上あるので、今回のだけで全部揃えるのっていうのは多分厳しいと思うんですけど、うん、もうアガサクリスティ文庫一気買いみたいなこともねできちゃいますよね。それが常にスマホタブレットに入ってる状態ってなんかすごいなって思います。あ、江戸川乱歩語辞典とか金田一耕助語辞典とかもありますね。もう一つシャーロック・ホームズ語辞典っていうのがあって、そのね3作品がトントントンって出て、すごくねこれも欲しいなって思ってます。あ、すごい、エラリークイーン、そう、エラリークイーンのライツビルシリーズっていうのが最近すごく話題になってて、これまではキュービーの猫とあとは最悪の街、そのね2作品が翻訳されていたんですけど、そこに新たにフォックス家の殺人とあと10日間の不思議っていうのが新訳版として登場して、そのシリーズ4作品が読めるっていう風になったっていう、それもあります。はい、これあーこれもなーちょっとどうしようかな、これ決めらんないんですよね。あ、中井秀夫さん、虚名の供物、これ確か視聴者さんにお勧めいただいてた気がするんですよね。上下巻、これも買っといた方がいいかな。一応ちょっとバスケットに入れておきます。虚名の供物上880円、虚名の供物下825円。今までこう紹介してきたような作品もちらちらあって、そういうのもねちょっとずつ気になってます。堀原一さん、偉人たちの館とかね、服部真由美さんのこの闇の光とか、あ、赤川次郎さん、マリオネットの罠、これもめちゃくちゃ気になってた作品でした。赤川次郎さん、いや
すごく気になってたんですけど見つけられなくて、ちょっとこれもバスケットに入れておきます。641円です。これ人気順に並んでるのでどんどん見つかりますね。はい、ただ全部で1万630件っていう、もう対象作品がもう意味わかんないぐらい多いので、これは多分全部見るのは不可能ですね。あ、折原さんの盗作のロンドン新完成版、これも気になってたやつだ。そう、これ一回読んだんですけど、また新たにね完成版として出版されたらしいっていう、改訂が加わった真相完全版ってなってるんですけど、うん、いやでもいいかな、今回はちょっといいかな、わかんないですね。あの北条喜恵さんの最新作孤島の来訪者もあります。はい、1899円ですね。いやこれも時空旅行者の砂時計がものすごく面白かったのですごい気になってるんですけど、これまだ読めてなくて、いやこれ、まあこれも、はい、あとは地べたを旅立つ掃除機ミステリーの作品で話題になった作品です。気になってる作品、まあ、ヨルン・リエル・フォルスとカタリーナ・コードもありました。ケーブ・ビスティングシリーズ、これも1100円ですね。これおすすめです。本当になんかこれねすごく好きな話でした。スミレ屋敷の罪人もあります。はい、638円。これはあのもともと電子書籍で持ってた作品で、うん、これもねおすすめです。ダメだ、もう無限に時間が必要だ。これはわからないわからない、うん、あ、名探偵オーウェン・バーンシリーズ、ポール・アルテの作品です。あやかしの裏通りっていう作品があって、これは単行本なんですけど、すごく気になっていた作品でした。なんかすごく小さな出版社で出されている作品ということで、すごいんですよ、これ。翻訳して出版っていうところまで確かやられてたのかなっていう気がしてて、そう、電子書籍かって思うと、そこでなんかちょっとブレーキかかっちゃうのがありますね。でも 70%。どうしようかな。そうですよね。ここで買っておいて、で読んで皆さんに魅力をお伝えできたらそれはそれでいいわけだから、いやーちょっとこれもバスケットに入れておきます。そうですよね、あんまりこう知られてない作品、絶対知られてないだろうなって作品だけどすごく面白そうだなって思ってる作品って多分積極的に読んでいった方が良くて、ちょっと一旦なんですけど、あと10分ぐらい見たらちょっとね一旦やめにします。これちょっとキリがないなっていうことに今気がつきました。まあ、100冊っていうところまでやればキリがないとかも別にないんですけど、あ、鮎川哲也さん、リラ荘殺人事件、これもなんかおすすめいただいていた気がします。あ、服部真由美さんの1888切り裂きジャック、こちらもね気になってた作品ですね。もともと 30% オフってなってる、これはどういうことなんだろうか。これも入れておこうかな。普通に早川ポケットミステリーとかも並んでるからね。果てしなき輝きの果てにとかもなんか話題になってたなと思います。あ、二階堂レッドの人狼城の恐怖とかもありますね。あるんですね、ちょっと面白い。これは高木明光死生殺人事件、これ名作で読もう企画の中で紹介したいなって、まあどのタイミングになるかわかんないんですけど紹介したいなって思った作品で、あの日本三大名探偵のあの上津恭介がね登場しているっていうね作品で、これもちょっとバスケットに入れます。一旦もう撮影開始して1時間以上経ったので、まあ、以上にしようと思います。まあ、紹介したのはすごいバーって紹介してみたんですけど、今何冊ぐらい入ってるのかなってちょっと確認します。あ、今の合計が 18,547 円、ここからマイナス 13,002 円ってなってます。結果として作品数は25冊で合計が 5,545 円となりました。そっか、まだ25作品なんですね。このあと4倍ぐらい買えるっていうことですね。すごいな。で今回はこんな感じになりました。一応動画としてはここまでに知っておこうと思うんですけど、最終的にねどれくらい購入したのかっていうのはまたこのね動画の編集の真下ら辺に書いておこうと思います。まだねちょっとクーポンの期限があと5日とか6日とか残っているので、はい、最終的にね何冊買ったのかとか合計金額はどうだったよみたいなのはあのねこの動画のねこの下の方に載せておこうと思います。購入本の詳細については、まあ、来月の購入本紹介、まあ、今回のやつだけになってしまうと思うんですけど、そこで一挙紹介していこうと思いますので、ぜひねそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。いや本当にもうすごいクーポンですね。やっぱり 70% オフってこういうことになるんだっていうのがね驚きですね。ということで本当に100冊買えたら一番いい企画だったなって思うんですけど、今のところねだいたい2万円ぐらい大人買いっていうことになって、結果5000円ぐらいってなっているので、まあ、出だしではね1万円分買ってみたっていう感じなんですけど、まあ、大体ね2万円ぐらい最終的には購入することになるのかなと
はい、ここからね、いろいろあって、まあそんな感じになると思います。はい、ちょっと企画まとまらなかったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。今回案件でも何でもないんですけど、DMM のクーポンを利用して、この作品買ったよとかね、もしかしたらね、そんな方もいらっしゃると思いますので、100冊全部買いましたとか、まあ、こういったね、作品買いましたみたいな、ありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルの他に、本当のこと知りたい、略して本ことの方でもメイン MC を務めさせていただいております。ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。